泉麻人、品川土地の記憶。ナビゲーターの泉麻人です。この番組は品川区内の、地名の由来をその土地に根付いた文化とともに紐解いていこうというものです。今回取り上げるのは八潮地区。この八潮地区、この背景後ろに見えてます、赤いキリンというらしいです、コンテナの、ね、クレーンなんかがあるこの向こう側の一帯の、埋め立て造成地でございまして、1970年代に埋め立てが完成し、ほぼ完成して、団地に住民が住むようになったのは大体80年代って、新しい町、で今回は、向こう側の、八潮地区を中心に散策しようという試みなんですけど、私が今いますこちら側も、実は東八潮と、この一帯潮風公園といいまして、向こう側に船の科学館という、これお台場地区の中で一番古くにできた観光スポットがありまして、そこでお話を始めたわけですけれども、この船の科学館のこちら側のこの潮風公園の海側の一帯は、来たる2020年の東京オリンピックの時のビーチバレーの会場に決まっているという、そういう場所でございます。これからその八潮地区の方に移動したいと思います。はい、こちらがですね、先ほど、東八潮の海の向こうに見えていました大井ふ頭の、コンテナターミナル木ですね。もうね、さっきからね、もう結構コンテナの積み下ろしのトラックでこの辺かなり渋滞してます。でここに僕は結構バス好きなもんで何度か乗ったんですけど、6号バースというバス停がございます。でこの辺りですね、バース名義のバス停が ずらっと続くんですね。昔ね、阪神タイガースにバース選手っていう外人選手いましたけど、なんとなくあの時代のスポーツチームの見出しを連想する。これ実際このバースは、バースデーのバースではなく、BERTH の方の、船の船着き場ですか、そういうのを表すバースで、いわゆるこの埠頭のね、区分けされた船着き場のブロックが1号から7号まであるという、この八潮特有のバス停の地名名前でございます。この車両で言いますと、この道路のね、トラック運輸の基地がこっちありますけども、この森を越えた向こう側はJR の鉄道の貨物、新幹線の車両工場から、JR の貨物基地など広大な、鉄道の車庫がありました。僕はそれほどの新幹線マニアではないんですけども、新幹線好きの人なんかはここにドクターイエローっていうね、修理専門のね、新幹線の車両を見に来たりと、鉄道側の車両基地もこの八潮の一角には存在するという、そんな場所にやってまいりました。はい、カモメ橋にやってきました。こちら側が八潮地区でございます。でこの、京浜運河にかかる橋3本ありまして、八潮橋、勝島橋で、これカモメ橋だけ歩行者専用の、ね、人道橋なんですね。八潮地区のことをよく知る、ここの、ね、住人の方ですけども、八潮自治会連合会長がこの橋の向こう側にいらっしゃるということで、これから会いに行ってお話を伺いたいと思います。あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうもよろしくお願いします。はじめまして。八潮自治会連合会の丹治でございます。あ、どうも、泉でございます。今日は八潮に訪れていただいて、はい、ありがとうございます。そんなはるばるって感じのお話ですよろしくお願いします。じゃあこちらでお話をよろしくお願いします。よろしくお願いします。この出来上がったのが、これ分譲が始まって人が入られたのが1983年、そうですね、昭和58年から入居が、はい、始まって、今年がちょうど34年目34年、はい、会長さんは
はい、最初からいらっしゃる。はい、最初から入居して。この番組は地名の、ね、はい、由緒などについて掘り下げるみたいな一つテーマがありますよね。はい、ヤシオっていう名前というのはこれはイメージ的なものですか。私たちが聞いてるところによりますと、はい、まだヤシオそのものができてませんでしたので、品川区在住の住民の方から、うん、公募をしたというふうに聞いてまして、500何通かの、公募があって、その中の一つに何か「ヤシオ」って万葉言葉らしいんですけれども、いろんなものが集まって八の、はい、このね潮の道なんて書いて。はい、それでまたいろんなものが集まって一つになって、発展していくという、なんか品川区さんで、はい、そういう思いで付けられたというふうに聞いております。工房というと他の2位とか3位とかいくつか他のね、ヤシオが一番多かったわけではないらしいんですけど、あとどんな名前だったんですか。緑とかあけぼのとかカモメとか、カモメ朝日とか日の出とかっていう、なんかいろんな候補もあったらしいんですけれども、今ヤシオに決まっちゃったからヤシオだけど、なんかあけぼのとか今言われてもピンとこないって、ね、そうですね、これが地名の面白いところで、定着しちゃうと思う、すごい、ぴったりバッチしたネーミングだったと思います。この敷地の南側に公園があると、はい、大変大きな公園で、はい、都立の公園になりますけれども、大井ふ頭中央海浜公園という、立派な公園がありまして、2020年の東京オリンピックの、グランドホッケーの会場にも、決定してます。さっきね、東品八潮 の、はい、ビーチバレーやるとこちょっと見てきたんです。ああそうですか。この後あたりもね、本当にオリンピックに向けていろんな施設ができるというか、じゃあその公園の方に行ってみたいと思います。どうもありがとうございました。 ありがとうございました。はい、大井ふ頭のこの中央海浜公園にやってまいりました。まあ、ここはですね、この森にあり原っぱあり、ね、陸上競技場に野球場、テニスコート、ドッグランもあると、非常に広大な緑地スペースなんですけれども、先ほどの、ね、会長とのお話の中でも出ましたけども、ここに2020年のオリンピックに向けてこの一帯に新たなホッケー場が作られる予定であるという、まあ、そんな、この公園、やってまいりました。八潮をいろいろ歩いてまいりましたけれども、実は品川音頭というね、これ服部良一さん作曲のもうかなり歴史のある曲で、この品川区の盆踊りなんかで踊られる曲なんですが、その歌詞の中にこの新しい街八潮もいよいよ加わることになったということで、加えられたばっかりなんです、まだね、今その出来たてほやほやの詩をちょっと読んでみたいんですけれども、景気呼ぶのは品川と大井荏原に大崎、その後に、八潮水辺も手拍子でなんていうね、まあ、そういうフレーズが付け加わるというこの品川音頭。この品川音頭もね、今後町も変わって新たな詩が作られてね、歌い継がれていくのではないかという、そんな今回は、1980年代以降に町が成立しました、八潮にやってまいりました。はい、土地の名前はそこに代々住み暮らしてきた人々の思いが込められています。これからも品川の土地の記憶を探していきたいと思っております。